テンション減るで。リバイブ。リバイブのデクサー。終わるとやるじゃん。いや本日の客は企画とかじゃない。ただ飯食うだけ。飯を食うよ。何飯？ファミマ飯ですね。コンビニ飯。コンビニ飯。よくこれ定番中の定番をかき集めたんじゃないかなみんな。さあということでまずゼクス君から何を買ったか発表してください。お願いします。明太子マヨネーズおにぎり。あげー。マイミキ。マイ。タルタルフィッシュバーガー。マイ。ハイパーゾーン突入。チア。テンションの上げ方が雑。以上。続きまして、ゆうたくんお願いします、ファミチキ出た、ゆうたといえばファミチキあった？あったファミチキじゃねえスパイシーチキンどうぞファミチキの大概そして、このあーなんだっけこれネギトロ巻き寿司みたい鉄火巻きネギトロだね用意してこれは、YouTuber のヒカルさんも絶賛してましたよそうなんですか多分ヒカル信者だったっけ光る信者です。そうなんだ。金持ちだから。金持ちだ。俺と一緒だ。はい。あともっちり杏仁豆腐マンゴー。うわ好きそう。次おはる。俺ですか？とりあえずドリンクから新登場のこのスーパープールっていうんですかこれ？プールっていうんですか？モンスターじゃねえ。モンスターのそうなんか CM で見るやつ。はい。はいおはるさんライブの日は絶対これ食べます。ファミマと言ったらタルタルチキン。チャーシュー卵のトロティーヤ普段これ食う男嫌いなんだムカつくそれ以外はあとはもうダイエット中なので明太マヨネーズまたかぶせてきたそのやつそうそう俺のマネそうなんだよ実は仲良しなんじゃねそう俺あのそうスチスチなのスチそう気まずいはい気まずいはい以上です今さダイエット中とか言ってるじゃないですかもう甘いんだよねこれだから美意識低いって言われるんだよまず一つ目キャベツミックスやるな納豆あくせえマジでそしてゆうたも大好きカニカマこの3つです俺はもう8時過ぎてるんだよ俺ああちゃんと制限してるんですねそうなんですということで皆さんご飯食べていきましょうせーのいただきます違和感ない全く今違和感ない違和感しかない最近車で住んでるんでああだから自宅みたいないやここで俺は提唱したいんだけどなんでクーラーつけないのみんな言うよそれ言うでしょ細かな理由がいろいろあるんですよあんの例えば部屋が汚い、うん、人をあげられない、うん、ああ、わかる部屋が汚いとかはさ別に片さやいいじゃんだってそれで家に帰れないでさあとはどこに頼んだか、うんそれは調べなさいスマホで大体電気屋なんか業者で買い直せばいいうん買い直せば電気屋行って普通に買うだけで部屋だと暑すぎて寝れないから、うん、ここで寝てるでしょ車で怖すぎてでもエコノミー症候群すぎてマジでで、これ動画上だから言ってんじゃなくて普通に動画外でもデーとか言ってんじゃんマジ同じコンビニにでどうなんだろうねそこにでもなるべくこれ看板に、うんうん、たまに制限書いてあるコンビニがあるんですよ何分20分までとか、うん、それないとこに止めてるんですけど気まずいから、うん、2、3時間おきに起きて移動するんですよコンビニそこにずっといねえよそうそう自分家じゃダメだね自分家じゃダメだうるさいもん、うん、自分がで、なるべく気も使って、うん、ちょっと涼んできたらエンジン切るえ、それってさガソリン代やばいんじゃないやばい、うん、3日で6000ぐらいいやもう買ったいやならばもうエアコン買ってくださいエアコンをもう今度なんか企画でさもう勝手に買ってさ、うん、全部個人請求叩きつけようぜゴミをボーンそのためにもう置いといたんだよほんとごめんなさい、みんなゴミ出すと思ったのだって人をゴミみたいな扱いしてさそれはお前
それはお前の方や。いや俺はゴミなんて持ってないよ。本当にみんな神様。お前なんでいきなり人ギャラで。俺はゴミ、もう本当俺みたいなゴミが来てるごめんなさいって感じ。俺いきなり自虐の。確かに。みんな神様。珍しい。いや顔が嘘ついてる。みんな神様。みんな神様。みんな素晴らしい。もう生きてるだけで素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。うん。俺はみんなあの固形物質だと思う。でしょうね。レクスの家は意外と綺麗だよね。綺麗ですよ。うん、確かに。だって俺はお母さんが全部やっちゃう。勝手に入ってくる。エロ本隠せない。部屋の場所が変わってた。部屋の場所が変わった。そうね。部屋の場所が変わってたんです。久しぶりに行った。前の弟とチェンジされた。あ、そうなんだ。なんで？謎チェンだね。お前は弟より格下だぞって。格下げされたので。なん、そんな弟のカースト制度があるんですか？お前はこの家族の最低限かわいそうな何を持ってそう言われたの確かに何したんですかここは仲いいんですか、うん、ビジネス仲良しマブなの最近二人で行動してないですか確かに昨日してたよ行動しなきゃいけない状況なんですよ本音はっていうのかだからその関係性の本音はマブマブお互い距離が遠いから行きたくないし来たくないよね俺マジで行きたくなった本当にもう朝起きてやんだマジやだ埼玉やんだ台風で行けないとか言うかなと嘘だって2時間ぐらいかかんだもんいやかかるでしょ俺それ月3でやってんだよでもさ電車じゃんそれはおめえも電車行くね電車に行こうと思ったいや荷物あるし、まあ、俺リーゼントのコスプレで電車乗るって無理じゃん無理さすがに無理だと思って車で行ったけどでそれなかったら俺電車で行ってたもんうんけどこれ電車だったら寝れるしさなんかできるじゃん運転中で何もできないのよ、うん、まあほらそれきつくない2時間運転で終わんだよまあ確かにそう、それを納得した上で八戸市の家まで送っていくのきついでしょ、わかるまあでも2000もらえるならいいよああ、お金が解決する、そう、お金がお前は送っていく義務があるから、そうなだからその、人によってのあれがわかる俺がリバイブに入る時の口説き文句がライブ終わったらとか、何かあった時には送っていくから入ってっていう口説き文句があったんですよそれをただ実行するだけでずっと文句言われてるえ、しかも最初のうちはやってたんだよそう、え、しかもこいつここだけだったらいいじゃんライブハウスのスタッフとかにその愚痴言ってんだよこいつやばくない大丈夫最近おはるさん性格悪いやばないそれ一番仲悪いそうでそうそうなんかわかんないけど俺が悪いってなってるのスタッフ側からあとメイクさんとかまあ俺のあれですよあれですよあの人柄ですよで人柄最低じゃんこれはアジェスすると、まあ、住人トイレですけど、うん、こう団体行動する上ではやっぱ二人は適してると思う。ああまあまあ。適してねえから別に適してる。身内だったらね。まあここが一緒になろうがなかろうが二人はまあできる人ですよ。うん確かに。ここはもうクズなんで。うん確かに。しない方がいいんですよ。うんそうここは同じ感じなんで。まあ一緒なんかその中では一緒にしてほしくはないけど。生きてく上でそんなの気にしちゃダメ。いや気にしないのは別にいいんだけど結果こいつスタッフに文句言ってっからやばない印象操作ね、うん、でなんか八戸市に「もう送ってくのやめな」とか「八戸市送るのやめな」とか言われてその気になってんのやめるわやめるわやばないそれが本性ですよまあそうだからそれが本性ですもうねどこのライブハウスがいいかなもうサイエンスのスタッフねあのねダメよこいつはまやかしちゃ調子に乗るんだからけどこれ見てサイエンスのあれがまたこっちにつくかもしれないよもうやばいユキさん見てるって矢田さんはライブハウスさんの方には嫌われてるんですかえ多分今嫌われてる納豆ゼクスさんといえば納豆だったねこれを八戸市が食ってるんだ
そのさ、俺といえば納豆の印象は何なん？俺全くない。ライブハウスで納豆食ってたやん。たまたまライブハウスで納豆食っただけで、なんで俺の印象が納豆になるんでしょうか。俺は、俺一人ずつ言ってるやん。サラダチキン。サラダチキン。うん。あの時めっちゃ食ってたやん。とりあえず握り飯。握り飯。裸の大将や。握り飯？握り、お前。俺握り飯？握り飯とプラスアルファみたいな。あ、プラスアルファ。おにぎりとなんか。ヤーモヒは、何だろう。ヤーモヒは、なんか食ってると見たことある。あ、そうだ。そうだ。飯食ってる。ライブの時？あ、そうだね。ですね。一人になりたいからね、俺は。そう。そう。ライブ前緊張してるんで一人になりたいんです。けど、あれは本当夏行くのやめな。本当メイクさんに迷惑だよ。本当に直しとかさ、日々すごいもうバトルだね。そう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 。俺はメイクさんのライブハウスに印象をするぜってえ、でも一番メイク直すのお前だからね。まあまあまあ、俺ほぼされないから。まあけどそれでも気にしないからまあいいよね。うん、まあ適当にされても気にしないってことで、いいですよね。あんましない。うん、メイク直ししない代表は俺だと思う。まあ確かに。そうそうそう。けどたまにびっちょりになる時あるよね。たまに、まあ、でも顔そんな崩れなくない？確かに。汗かかないよ。汗かいても、うん、なんかびちょびちょになんない。顔ではまあかかない。あとユータも、ユータも顔似てなくない？うん、あんまりあんまりじゃない。ヤートシはたまに、ね、うん、髪が濡れる。すごい、髪が濡れる。やばい。年取るにつれ汗が垂れるようになってきた。あ、昔に比べたら。作業してても暑い時は。俺はちっちゃい頃からずっと汗かきなんだ。それまた太ったかしらないの。いつまで納豆かき混ぜとんの？ 2発目を行こうかなっていうところですよね。強いてそんな納豆臭くない？それそれよかった。ちょっと足の匂いっぽいのはちょっとすっきり。俺の足かもしれない。靴脱いじゃってんの？どっ片っぽで、片っぽで納豆嗅いでる。なんてなんて？片っぽの鼻で納豆嗅いで、片っぽで足嗅いで、どっちが臭いと検証してください。けど今臭くないでしょ。ちょっと、臭くない。別にそれぞれやんなら一緒でいいじゃん。あ、臭くない。いや、納豆の方が臭い。あ、そんな臭くない。あー、まあちょっとあるけど全然大丈夫。あるらしい。ちょっと奥にある。ちょっと臭い。奥にいる。奥に。え、足臭選手権はリバイブ誰だったの？俺じゃない？君なん。まあいい勝負。ライブ後の俺の車。そう、前は全尿やばい。変わってくるよね。どっちか分かんない。夏でも冬でも変わってくる。全量臭い。ミックスされてる。あ、でもそうだよ、急いで帰るもんね、君たちね。汗だくのまま行くのか。すっかり速達が。サポートドラムとかがいる。そうなるよね、でもね。まあ、俺は、うん、足運転してるからしたじゃん。うん、で、草上げてるじゃん。上げてるの？ヤンキーやん。上車に乗る態度じゃないですか。そうそう。それで、ね、俺がしたゼクセルじゃん。で、俺エアコンを真っ赤から出るのと前から出るのにしてる。だからダブルでこう、うわぁゼックスって感じで来るの。上からゼックスしたから俺で、ゆうやはいつもそこでどうしてるの？ゆうやは後ろで臭いんだよ、ナチュラルに。嘘ですよ。いろんな香りがするからね、まあ、俺の口。ナチュラルに臭い、怒られるよ。あれ、ライブの帰りも一緒に帰ってない？帰る時と帰んない時がある。気まずいな。気まずいな。車で何喋ってる？でも結構普通にバンドの話が多いから。そうそう、普通に喋ると喋るで普通よ。あと、あの春のメンタルケア。そう、メンタルケアされてるんです。たまにこいつさ、なんか、うん、今日遅れないからみたいなの言ってくる。結構早めに。いや、今日遅れないんだ、私ごめんって言う時、大体女だよね、これきっと。うん、違う違う。やっぱそういう時も気分的にあるんですよ、本当に。ただ嫌いなだけ。気分的にってこと、ただ送りたくないだけ。それはさ、
理由にしちゃダメじゃないですよ。理由じゃないですよ、うん、けどそれは逆にやーとしじゃなくてもこいつらでも思うことはあるよそれは放棄してるよねだからこれは俺がリバイブ加入するのあたりの条件の3つのうちの1つぐらいなんだよ。しかもそれ何回も掘り返してくるやん条約は掘り返すとかじゃなくない？憲法を掘り返すと一緒よあんたやべえやつには理屈は通じないんですよ。そうですよ、これとかあるとか。そう、そうなんです。いや、そうなんですって言っちゃダメ約束事だから遅刻してくるのをただの言い訳で、いや、なんとなく今日遅刻したかったからダメって言ったら一緒よ。これはダメだよ。一緒一緒、約束事送っていくからさ、入ってよ。あのホテル、しかも2人でホテル泊まった時に行ってたんだよ。けどこの2人に説得してこいって言われたのもあるよ、うん、でも言ったのもお前じゃん。まあそう、俺は言った、俺は言ったけど俺らそうだね、そうだね。で俺もね、もうみんな逃げる逃げる逃げる俺だって気使ってなんか疲れてそうだなって時、あ、俺今日電車で帰るからいいよって何回も言ってんだよ、何回も言ってんだ。それとこいつが女と遊ぶときは被って俺2ヶ月ぐらい送ってもらわなかったとこあるから、ね、もうちょっと早く納豆食べてもらっていいですか。この数少ない視聴者さんの意見を取り入れるために、はい、この動画でここまで見てくれてる人がいるかわからないんですけども、うんうん、ヤートシさんを送ってってくれっていう人はグッドボタンを、はい、グッドボタンを、いや、春も送んなくていいって人はバッドボタンを押して決めましょう。そうですね、それによってちょっとちゃんとちゃんとしましょう。いや、それでも春派の人間が多かったらめっちゃバッタンそれは俺は信じてる。それは、うん、まあまあ、まあ、もしバッタンが多かったら、あ、やっぱ世の中所詮こんなもんだなって、うん、な、うん、本当に慰めてんの。いや、本当に約束事を守らないのが普通なんだなってなるということで、お春が、ゴミをまとめる最中の中エンディングに行きたいと思いますこれを見てやとしが合ってるぞっていう人はいいね。そう、それを言いたかっただけでも動画回してるだけなんで、はい、春が合ってるぞっていう人は、では皆さん評価をよろしくお願いします。バイ。